下の関係にあります。前回のツアーではサブドミナントツアーを行いました。クラシックではベーシック的にこちらの方がメインとなりますので、今日はサブドミナントツアーの解説を行います。 C が出てきました。これにサブドミナント移行しようとすると7をつけます。 C7。 C のコードから C7。 これは動画にあるようにキー3つ上の音を加えます。この音を加えると自然に次に行こうという力が働きます。ここにあった C が分母に来ます。そしてここの F はどこから来たかというと多次元ハンドルの左隣です。すなわちサブドミナントですね。キーが7つ下です。そして C 分の F、 次に C が取れます。これも自然な流れです。これで完全なサブドミナントコードに移行しました。自然な流れ、ナチュラルステータスです。この流れの基本はサブドミナント移行においてずっと同じ手続きになります。したがってここが基本になりますので、この化学式が、この化学反応式が基本となりますので、しっかりと頭に入れておいてください。ちなみにここから先に行こうとするのはやはり F に7をつけるわけですね。やはり一番上の音にキー3つ目の音をつけます。そうするとまた自然な流れで自然と次の式へ移行します。ちょっと問題にしましょうか。はい、ここどんなものが出てくるでしょう。クイズにしときます。以上です。